は激辛ジョニーです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、今宵は高田馬場にいるんですけども、今回はですね東京らっきょうブラザーズさんに、来ております。ここはですね激辛カレーが有名な、チャレンジメニューがあるということで、ね、今日行ってたんですけども、なんとあの有吉ゼミで紹介された激辛メニューパイ包みカレーと言われるものに今日は挑戦していきます。あのテレビ仕様と今日は全く同じものを、挑戦させてもらえるということですこぶる気合が入ってます。らっきょうブラザーズということでね、今日はこの激辛カレーと仲良く兄弟になりたいかなと思います。マイブロパイ包みスープカレーの、辛さレベル200になります。こちらちょっとメニュー表にはレベル100までと書いてあるんですけど、そちらのテレビ仕様だとレベル200ととんでもねえ数字だと、はい、マイブロ。お来ましたか。あー来ましたー。こちらが激辛タンドリーチキンスープカレーでございます。うわおっきい、すごいなあ。そしてこれライスも作った、はい、うわうまそうだこれは。いただきます。さあ激辛パイ包みスープカレーさん200倍お手並み拝見ですよということで、暑いですからねこれなかなか熱が冷めないですから。うわーうわーうわーうわ下からさらに唐辛子が出てきました。非常に鋭い辛さ。具材はナス、タンドリーチキン、唐辛子にいろいろ入ってますね。オクラも入ってます。ありがとうございます。うん、野菜が具だくさん。辛い辛いなこれ。うん、野菜が大きい。うん、じゃがいもゴロゴロ、じゃがいも。うん、うん、こっちね、唐辛子。タンドリーチキンが大きいなこれ。うーん、パイに包まれてるんでなかなかこれ冷めないですよ。熱々、熱さがより辛みを倍増していきます。汗が止まらないです。ウートジョロキアの辛みが一気に口の中に押し寄せてくる。恐るべしジョロキアよ。ああ、インゲンも入ってます。ああ、インゲンじゃない、唐辛子だった。結構辛いなこれ。パイが辛いスープカレーを染み込んで、ただいま123です。ボリューム満点。ああ、想像の斜め上をちょっといってましたねこれ。あれ残りわずか。はい、この激辛スープカレーを食べて、このパイ包みカフェさんと兄弟になりたいかなと思います。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。東京らっきょうブラザーさんの、激辛パイ包みスープカレーレベル辛さレベル、200ですね。はい、辛さレベルじゃーじゃん、辛さレベル8でーす。おめでとうございます。8ですよ。やっぱね、ギネスに乗ったブートジョロキアを使ってる、スープカレーだけあって、ね、非常にパンチ力のあるスープカレーでした。ただですね、非常にカレーの方もね、具だくさんで、しっかりね、スープカレーの味、コクを味わいつつ、辛みを味わえるといった感じです。ただね、結構もう胃袋がね、こう熱くなってきました。やっぱね、唐辛子もふんだんに使っております。野菜も具だくさんで、非常にヘルシーな、あっさりした感じかなと思います。というわけで、もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。Twitter 等々も更新してますんで、フォローお願いします。本当に今日はね、らっきょうとはね、兄弟ではなかったですけども、その名の通り、辛さとブラザーになったかなと思います。マイブロ。